ゆり先生、今いいですか？どうしたんですか？どうしました？はい、新しい企画を撮ろうと思っていて、ちょうど動画で、はい、皆さんの質問を答えていこうと思うんですけれども。なるほど。じゃあいきなり私今から質問されると。そうです。はい、今後ちょっとやっていけたらいいなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ試しやってみましょう、はい、一番最初なんですけれども、皮膚病の子がいる飼い主さん、何をしたらいいんですか？まず、あら、これまた難しい壮大な質問ですけれども、はい、これまあ、正しくはね、まずは診断です、ね。診断。診断。その子の皮膚病は何が原因で起こってるのかなっていうのを、まずしっかり見極めることが大事です。で、あと、飼い主様は、その皮膚病について詳しく知った方がいいです。うん、皮膚病の、特徴とか、診断の方法とか、治し方とかっていうのを知っていただくと、それがまず皮膚病を治す第一歩になるかと思いますんで、まずは診断です。ありがとうございます。